はい、皆さんおはようございます。昨夜はですねしっかり雨が降って、今朝も朝そうですね9時頃までは降ってましたがね、はい、そんな感じでバッチリ天気予報当たりまして、ちょっと冷え込んだ感じにはなっておりますが、まあ、雨降ってもねなんかやっぱ花粉はあるような感じで、今日も鼻詰まりで頑張っておりますが、そんな今日は2021年3月2日でございます。それでは今日も張り切ってハッピーチゲ祭。はい、ということでね、まあ次に定食予定のハウスにマルチを張りましてですね、今から防除農薬を散布していくわけですけども、今日ですね先日来ね、リモコンの調子が悪いのかこいつの機嫌が悪いのかで、これでこのホースを出したり巻き上げたりできるんですけども、それが効かないと、で効いたり効かないかったりするのでいうことで、メーカーの方にね、ちょっとや修理に出して、そしたらリモコンの方がおかしいということでリモコンを直してですね、いくらか部品も新品になってリモコン帰ってきて、帰ってきた時はバチッとこれ効いてですね、でその後、またやったらあれまた効かないということで、効いたり効かなかったりするので、これを見ているあなたが生き証人ですよということで、実際に効かなかった動かなかった動画を上げたと思うんですが、で、やっぱり、ね、どうでもこれおかしいということでもう一回、メーカーの方に来てくださいということで連絡しておったのが、今日ねやっと来ていただきまして見てもらいましたところ、メーカーが来たら僕何にも悪いとかないですよいう顔するんですよ。こいつがまた動くんですよ。その時ビシッと動いて、それで、そのメーカー曰くですね、もうこれは基板でもないと、こっちでもないと、これ自体はバッテリーというものは積んでないんですよね。もうエンジンで発電して、電源を送るようになってるわけですが、もうこいつも12年選手なんでね、でちょっと考えれるとしたらもうその電力の僕もちょっと詳しくよくわからないですが、とにかく電力の供給がうまくいっとらんのじゃないかと、もうエンジンが弱っとるんで、コイルも悪いんじゃないかと、エンジンもちょっと回転がもうちょっと上がるにはいけんはずだけど、いまいち吹き上がらん感じもしとるということで、発電能力がもうそもそものこの発電能力が、弱っとるので電力がうまくいきょうらんがために効かんのんじゃないかということであろうということで、でこの
エンジン自体がですね、これまあ三菱のエンジンなんですけども、この型のやつをもうとにかく作っとらんということで、まあコイルぐらいは変えようと思えばコイルぐらいはまあありますが、もうエンジンがダメだった場合にもうこれはないと、もう他の部品はないということで、もうどうにもならんという、なんかそんな感じの説明でした。やるとすればあとコイルを変えてみるか、でもしかしながらコイルを変えたからといって、それだけが原因かどうか、それで治るかどうかというのも保証できんと、ね、でもうその他はそっから先やるともうえらい、ね、これと同じのがもうないので、要は今度は、違うエンジンを積んで、そして、今度はもう今こう発電で直いうのがないらしいですよね。このバッテリー、今のはなんかバッテリーがあって、そのバッテリーに充電するような感じのやつをそういう風に乗せ替えようと思ったらどえらいことかかるということなんで、とりあえず今日はもうじゃあ、まあ、コイル変えてもどうなるかわからんということであれば、とりあえず今日はもうええですということで、こいつをね機嫌取って今日とりあえずでも動いたわけですから、で、またどうしても動かんようになったらとりあえず今度コイルは変えてみて、それでもダメならちょっとまあその時に考えようということで、まあ今日は結局何も施す手立てもなくね、まあそういうことで帰ってもらったんですが、ということでね、もう頼むよということで、機嫌を取って動くかどうかね、とりあえず今日ここ防除しないといけないのでちょっとやってみましょう。さっきは動いたんですよ。さあ端っこまで散歩してきました。帰り道はこれで巻き上げて帰るわけですが、果たして効くんでしょうか。おお、巻いとる巻いとる。はい、ということでね、まあなんとか機嫌よく動いてくれたので、
まあ、今後もねこいつの機嫌を取りながら仲良くやっていこうと思います。でまあ動かれがあったら、まあ、またその時今度はまあコイルは一発変えてみて、それでも治らん時はまたその時考えるということでね、やっていきましょう。はい、そんなわけでね、強力のラジコン豆腐無事に治りましたというか、機嫌よく動いてくれましたというご報告でございました。というところで今日はこの辺で終わりにしておきましょう。それでは皆さん、また明日ハッピーチゲサイ。肌詰まっとるのー。